ームファイ。ちょっとなんかミスりませんでした。ミスってません。もう一回やりましょうか。すいません。ゲームファイ、イザナギオンラインです。さっ、ちょっと聞いてくださいよ。なんすか。ついにですね、僕ね、はい、大和村っていうとこまで進めちゃったんですよ。はい、イザナギオンラインのかなり先の方なんですけど、はい、でそこまでが超面白くて、はい、ちょっと皆さんに魅力をお伝えしようかなと。はい、で大和村に行くまでに、はい、超でかいイベントがあるんですよ、戦争の。はい、魔族と、ちょっと高橋さん声どうしたんですか。はい、すいません、ちょっと、はい、いつも通り行きます。はい、で、で、すいません、本当ごめんなさい。いやいや、いいですよ。はい、魔族と、ラ族、魔族です。あ、魔族か。魔族です。わざとやってるでしょ。やってません。はい、魔族とラ族じゃないですよ。大丈夫です、はい、魔族と人間たちの戦争があるんですけど、はい、そのイベントがものすごく迫力あったんですよ、はい、なんでちょっとそのイベントって1回しか見れないので、うん、ちょうどインターネットに PV という形で、はい、そのイベントの様子が映し出されていたので、 YouTube の方に動画があるんです ね、 そうですね、あります。多分今この動画でも一緒に流れてると思うんですけど、ぜひ見ていただきたいなと、はい、その結果たどり着いた場所に、私場所大和村というところを見せたいなと、はい、今日。なるほどなるほど、はい、かなり先の方なんですけども、はい、結構ねみんな40レベルとかで先に進まなくなって、うん、ひたすらボス狩りになってるとありすると思うんですけど、はい、ストーリークエストっていうのを進めていくとこんなところにも行けるんだよということで、皆さんぜひねこんなとこあるんだと思って目指してほしい、一緒に。ということでまず PV 行っちゃいます。はい、多分高橋さん見たことないと思う。ないと思いますよ。で PV、まあ、ここはね高橋さん見たことあると思うんですよ。村が壊滅するシーンあったじゃないですか、うん、でもこんなスピード感あふれてなかったよ。これがイベントシーンです。イベントシーン、ほんと？こうやって四天王のマックスっていうやつが怒って敵の大将みたいなのを倒すというイベントシーンだったんですけど、はい、これ以降全然イベントシーンがなくて、うん、やっぱオープニングだけすごくてあとはストーリーとかあんまりないんだよねと思ってたらこれですよ。あらー、これで魔族がたくさん出てきて、はい、一気にたくさん出てくるんだろうなと思って何も出てこなかったっていうところがオープニングまで、はい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 、でところが戦争というイベントになりますと、はい、はい、これですよ。たくさんの魔族が出てきて、今兵士たちが1分48秒ぐらいね。そうですね、はい、敵の大将みたいな魔族が出てきて、これ四天王がリアルタイムなんです。これもへぇ、動画ではい流しましたよみたいな感じじゃなくて、すっごい人数の兵士たちが戦って、でボスたちに四天王が挑むっていうシーンがあって、超かっこいいんですよ。うん、これが本当にゲームこれですよ。これこんな感じで四天王が出てきて、でこれ実際にムービーシーンなんですけど、はい、これと同じぐらいの敵が出てきてプレイヤーに戦うんですよ。へぇ、ちょっとねパーティー挑まないの大変ってぐらいの忙しい、うんうんうん、でしかもこれ今隕石降り注いでるじゃないですか、はい、降り注ぐ中で戦います。え、専用のステージが用意されていて、へぇ、超迫力があるのでぜひ皆さんまず戦争イベントを体験してほしいと、うん、多分ね動画で今流れてるんですごいなっていうの見えてると思うんですけど、はい、実際にプレイすると動画以上にすごい、うん、PV よりかっこいいゲームってめったにないんですけど、ない、本当に同じくらいかっこいい、へー、というところで、でその先にあるところをねみんなにお見せしたいな。ちょっと自慢も入っちゃうんですけどね。いや行きましょう行きましょう、はい、これレベル大体55ぐらいないと行くの辛いんですけども、はい、はい、ちょっとねこの竹林、突然ヤマトっていうだけで和風のところに行くんですよ。そうですね、竹林を抜けるとこうやってね、あれこれ拷問があって、すげえ、多分ねこれはまだよく分かってないんですけど、うん、来たばっかりで、はい、忍びの隠れ里っぽいところで、あ、ここ、はい、イザナギオンラインの世界で魔族と戦ったんですけど、魔族と人間の対立かと思いきや人間の間にもすごい対立があって、あら、忍者を滑る長老っていうのがいて、うん、それと普通の権力者たちが対立してるんですね。で長老にとどめを刺せみたいな感じで依頼を受けて来てしまうと、プレイヤーは忍者のスパイ、忍者側の対戦の人なんですけど、はい、貴族たち権力者とスパイしてるって感じなんですね今、はい、でやってくるのが忍者の隠れ里っぽいところ、うん、これすごくないですか、もう超和風、そうだ、ね、江戸時代の町、それぐらいだよね。てかここ広くない？広いです。最近の RPG で街一つだけじゃないですか、うん、このゲーム4つ目の街なんですよ。これこれでこれでこれで、あらもう普通に装備とか売ってるし、いろんな
ところに入れたりでき、入ったりできる。ちょっとこの街角のところは入れないですけど、結構いろんなところに入れます。うん、結構いらんのとこっていうのは言い過ぎだったかもしれない。たくさん人がいて、あのお店とかもたくさんあって、あのあります、ね、強い装備とかも売ってます。へー、はい、これ本当にね、見てるだけで結構満足できるんですけど、やっぱね、イザナギのお約束である屋根の上を行けますね。もうね、これですよ、やっぱりすごい。屋根から屋根行けますね。落ちましたけど、ね、落ちました。しかも、うん、間をねちょっと、はい、という感じでね、もう完全に作り込まれてる。これもう大名行列が完全にありそうな。ありそう。でもちろんあの今ここに来ると強い53レベルとかの装備を売ってるの。へえ、ね、これストーリーで来るともうね、全然今までのところと街と全然雰囲気が違うと、うん、いうことでね、見てるだけでもこの桜並木とかね、超いいんですよ。これいいですね。団子食いたいな、そこ。あ、団子とかね、ありそうですよね。ちょっと話したらありそう、うん、そして武蔵小山とかね。武蔵小山、実際に地名としてもありますけども、はい、なんかどっかで聞いたことある名前で、関取がいたりとか、こうやって店の中見ると、あ、武器とか置いてあるわ。置いてありますね。超作りが細かいんですよ。細かいですね。でもちろんこっからですね、ストーリーが、あ、魔族と人間の戦いじゃなくて人間内の勢力争いでもあったんだみたいのが分かって、うん、一気に進んでいくと。へえ、今多分ね、この動画を見てる人の中でも2つに分かれていて、もう80レベルまで行って、はい、こんなとこ余裕で行ってるよって人と、はい、あの多分あのミノタウルスとかと戦いまくっていて、うん、あのもう結構ね、あのマンネリ感感じてるなって人もいると思うんですけど、ははははストーリークエストを進めるとどんどん新しい場所に行けるようになるんですよ、うん、だいたい、50レベルぐらいまではなんかもうすでに行けるよみたいなところが、うん、あのレベル関係なく行けるところがたくさんあるんですけど、はい、ストーリークエストをこなして55レベル大和村のあたりからどん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 あの行けるところが増えていきます。ほう。で、なんとこういう和風のところあるじゃないですか、はい、ロボットが出てきたりもするんですよ、さらにこの先で、でもちろんあの昔あの紹介したところことがあると思うんですけど、この先あの水で進めないみたいな。 ありましたね。あそこもここよりさらに先に進めると進めるようになって、で水を渡れると何がいいかって、水を渡ったところ専用のあのレア素材採集場所とかもあったりして、うん、こうライバルが少ないんですよ。レベル高い人しか行けないから、はいはい、ということで、進めると実はすごい楽しいストーリーイベントがたくさんあるんで、皆さんぜひ、まずは戦争クエストをこなして、うん、大和村に来てください。これ本当にね、あの見てるだけで楽しい、うん、あのオールド村ってあったじゃないですか、はい、最初の村、はい、綺麗なんだけどすぐ焼け焦げちゃってちょっとあの見てて寂しいじゃないですかまあ、まあ、オルト村以来 の、あの開放的で綺麗な場所なので、うん、ぜひ観光に行ってほしい。なるほど。で、クエストをこなすのは結構大変なんですけど、50レベル、あの40レベルぐらいになったら、こうあの仲のいい60レベルぐらいの人とかちょっとレベルの高い人と付き合一緒に行けば、あのクエストは大体みんなで行けるので、うん、ストーリーこなしていくとあのストーリークエストの経験値も結構いいのでレベルアップにもなると。なるほど。ぜひ、今マンネリを感じている方はみんなと友達と一緒に、はい、大和村を目指してみてください。はい。ちょっとね、ゴールデンウィークは僕、大和村を中心に活動している予定なので、おい。あったらよろしくお願いいたします。ぜひぜひ。はい。ということで今日はですね、はい。大和、ちょっとね、正統派の紹介をしてみました。正統派。はい。はい、あの久々に普通の紹介かなと、ゲームの。はい。純和風 RB に和風の村が来たということで。はい、やっと。皆さん、ぜひ、この大和村を目指してください。はい。そして僕と握手多分います、ゴールデンウィーク中は。はい、はい、ということでイザナギオンラインのお時間でした。おい。これでは今日はこれでゲームセット。じゃちょっと僕遊びに行ってきます。はい。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。